も,もちゃんです今日もよろししくお願いします今日は出会い頭で使える鉄板の質問フレーズを身につけていただきますので最後まで一緒に頑張っていきましょう最短で上達できるコツは頭で覚えないで口に覚えさせるそれをするためには聞いたら声に出すこれが重要になりますので必ずやってください今回の鉄板フレーズは挨拶の後すぐに使える鉄板フレーズになります How is 〇〇これはまるはどうですかまたは How was るまるはどうでしたかこの二つになります例文を見ていきましょう How is your day? 今日の調子はいかがですかこんなような感じで使えますそれでは始めましょう今日一日はどうでしたかは英語で How was your day How was your was day? 週末はどうお過ごしでしたかは英語で。How was, How was your weekend? 旅行はどうでしたかは英語で。How was your trip? How was your trip? 全体的に調子はどうですかは英語で How is everything? で How is の時は短縮して How's でも OK です How's everything?How's everything? それどうは英語で How is it? How is it? それどうだったは英語で。How was it? How was it? 昨夜はどうでしたかは英語で。How was last night? How was last night? 調子はどうですか は英語で How is it going? この場合も How is を短縮して How's を使っても OK です How's it going?How's it g o i n g マイクは元気にやってるは英語で How is Mike doing? ここも How's でも OK です How's Mike doing? How's Mike doing? How Mike doing? 今日もこれで以上となります今回の鉄板フレーズは本当によく使える質問フレーズになっておりますので完璧に身につくまで頑張って練習繰り返してみてくださいそれでは、アディオス